コンスタンチン中と対戦しますイスマエル・チャベス、こちらの戦績や経歴見ておきましょう。これまでダウン経験が一度もありません。長身サウスポー、アルゼンチンキャピタルフェデラル出身の28歳です。89年プロデビュー、94年ホルヘ・メリアンに12回負傷判定勝ちし、アルゼンチンジュニアウェルター級タイトルを獲得、2年間防衛しています。93年から1無判定を挟んで25の連勝を続けています。今日の試合に勝つといよいよ世界が見えてきます。戦績は48戦40勝4敗3引き分け1無判定、40勝のうち19の KO 勝ちがあります。はい、この試合なんですけども、小泉さん、タイトルがですね、 WBC 世界ジュニアウェター級挑戦者決定戦ってこう銘打たれてるんですね。そうなんですね。これどういうことなんですか。これはですね、現在 WBC のジュニアウェター級タイトル9位ですね、はい、フリオセサル・チャベスとミゲル・アンヘル・ゴンサレスがこれ決定戦しますよね。まあ3月7日の予定なんですけど、はい、これの勝者へ その挑戦権をかけた試合なんですね。だから1位と2位がですね、決定戦、3位と4位がそれの新チャンピオンへの挑戦権をかけてたと。これは WBC の準タイトルマッチなんです。なるほど。だからレフリージャッジもみんな WBC から指名されてるんですね。はい、分かりました。さあ、それでは早速その挑戦者決定戦ご覧いただきましょう。この試合は先ほどと同じです。12月6日オーストラリアのタウンズビルにありますストックランドスタジアムで行われたものです。WBC 世界ジュニアウェルター級挑戦者決定戦、コンスタンチン・チュー対イスマエル・チャベスの一戦です。まもなくコンスタンチン・チューがこのドレッシングルームから姿を見せます。現在20戦18勝14 KO 1敗1分けたった1敗ですが、それがチャンピオンから滑り落ちた試合であります。いつものトレードマーク、このヘアスタイル、今日もご覧のように別発を打っています。アマチュアで驚異的な数字を残しまして、このオーストラリアでプロデビュー、そして瞬く間にチャンピオンになりました。現在は無冠の帝王です、コンスタンチン・チュー。やっぱり人気者ですね。歓声で迎えられています、コンスタンチン・チュー。ああ、観客はすごいですね、すごい会場ですもんね。このスタジアムです、はい、コンスタンチン・チューの前歩いてるのがですね、ジョニー・ルイス・トレーナーですね、はい、まあ、オーストラリアのエディ・タウンズさんみたいな存在でしてね、まあ、これまでジェフ・フェネック、ジェフ・ハーディング、コンスタンティン・チュー、みんな彼が世話している選手ですね。オーストラリアのナンバーワントレーナーです。シドニーでありましたアマチュアの世界選手権で、オーストラリアのプロモーターがこのコンスタンティン・チューを見初めまして、そしてこちらオーストラリアに本拠を移しました。それがビル・モーディープロモーターだったわけです。スカウトしてここまで育ったの、ところがですね、そのマネージャー問題でその両者は別れまして、はい、そして今その後ろについてるのがですね、ブラッド・ウォートン、そのマネージャーですね、同じロシア人なんですね。あ、なるほどね。でビル・モーディーマネージャーとジョニー・ルース・トレーナーはもう親友中の親友で、それでジェフ・フェネック、ジェフ・ハーディング、コンスタンティン・チューみんな一緒にやってきたわけです、ところがですね、ジョニー・ルースはコンスタンティン・チューとそのコンビを組んだままビル・モーディーと決別したんです。だからそういうドラマもあったんですね。この試合をさばきますのは南アフリカのレフリー、ベテランのアーサー・マーカンテです。ベテラン中のベテランですね、現役でありながら名誉の殿堂入りした、まあ、歴史残る、まあ、まだ現役中ですけれども、まあ、歴史残る名レフリーですね。この試合をさばきます3人のジャッジです。アメリカ、ニューヨーク、それから韓国、メキシコ、この3国から来ています。コンスタンチン・チューはおよそ6ヶ月ぶりの試合になります。ご覧のような会場、これオージーボールか、あるいはラグビー、フットボールのどちらかの会場、スタジアムだと思います。ご覧のようなルールです。スタンディングカウントはありませんね。でフリーナックダウンルールです。というのは1ラウンドで3度ダウンしても自動的にノックアウトにはなりません。でレフリーだけは試合をストップすることができる。ラストラウンド以外はですね、そのゴング間近にダウンあった場合、カウント続行ですね。はい、
Marks, ranked number three by the WBC, hailing from Argentina with vision set on the WBC crown. His professional career speaks for itself. Over the last 5 years, undefeated at junior welter.まあ、最近3年間無敗って言ってますね。アルゼンチンでの国内タイトル、ナショナルタイトルを6度防衛しています、イスマイル・チャベス。さあ浜さん、この試合ですけれど、やっぱり注目は中華ということになりますけれども。まあそういうことですね。ですから、次世界タイトルやったのこの決定戦勝たなければいけないですから、この試合内容を注目しなきゃいかんですね。内容です。はい。そのコンスタンチン・チューが今コールされています。まあ、試合前ですけど表情はいい感じですね。そうですね、はい。Taking the pro ranks by storm, he tore the IBF world crown off Jake the Snake Rodriguez. まあオーストラリアのアナウンス長いんでですね。今プロの成績出てますけど、アマチュア時代がですね259勝11敗なんですね。はい。それだけそのやはりまあアマチュア歴は長いですね。で世界選手権で優勝してるわけですね。90年のですねグッドウィルゲームで金メダルです。それで91年これオーストラリアのワールドチャンピオンシップ世界選手権でまた金メダルですね。コンスタンチン・チューです。 DSZYU という綴ります。コンスタンチン・チュー、いろいろ呼び方あるんですよ。いろいろ日本に専門誌ありましてね、ジューというのとズーとツーとそれからチューとあるんですね。日本語に直すとね、カタカナで書かなきゃいけないですから大変です。だから発音からするとですね、ズユっていうのが近いらしいんですけどね。ああそうですか、はい。マイケル・バッファの真似してますね。これここで言ったんですね、はい。もう試合が始まり直前です。 WBC 世界ジュニアフライター級挑戦者決定戦。これは挑戦者決定戦ですけれど、これはその国内ルールでなしに WBC ルールにのっとって行われるんですね。ああ今宣言しましたね。まもなくガムが打ち鳴らされます。さあ試合開始です。今ようやく正面を抜きました。もうすでに構えていますコンスタンチン・チュー。フロントランクス、青のトランクスがチャベスです。サウスポースタイルの方がそのチャベスですね、はい。今左を打ってきました。チャベス、頭を前に出すような格好で打ち込んでいきます。イスマイル・チャベス、ありません。チャベス、サウスポースタイル、ボディを切ります。ミロスレート打ちました。コンスタンチン・チューコーナーにもうすでに決まっています。チャベス、ああいう左バックですね。左をかぶせてきました。頭が当たります。またコーナーです。浜さん、これは中が詰めるのがうまいんですか。まあ、うまい、まあ、もちろんうまい選手なんですけどね、相当気合入ってますね。
だからチャベスの方が動けないんですよね。あ、なるほどね。ガードに当てたパンチでもかなり威力があるって分かりますからね。下がってますよね。チャベスが出てきます。チャベスはちょっと変則気味ですね。動きがクイックですね。あの動けてないんですよ。動けてないんですか。さあ早くロープに持たれます。フレンチに行きました。これを離します。予想以上に圧力が強いんでしょうね。フレンチできません。右後ろダウン。右の拳を叩きつけました。ダウンです。膝が折れてしまいました。イスマイルチャベス、プレッシャーかけて、プレッシャーかけて連打してですね、最後ちょっと横殴りみたいな右フックだったんですけどね。あ、30秒あります。ボディーも打ちにいきます。ワンサンチン中オーナーを背負います。右合わせようとしています。中14の KO 勝ちを誇ります。コンスタンチン級今1回両手を広げました。今ですね、その10秒前のそのどうですか、キャンバス叩くみたいな、はい、どん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 出します。あれをゴングとコンスタンチン級間違えてですね、ファイトをストップしたんですね。戦い続けろってレフリーが指示したんです。第1ラウンド終了です。まあ、あのダウンがありましたからね。あの中の10対8ですね。はい、浜さん、このダウンダメージはどうでしょう、チャベスにとって。いや、ありますよ。やっぱりあれですから、はい、だいぶね、当てられましたからね。そのダメージとですね、もう精神的なダメージが相当強いですね。いかに中のパンチが強いかって、これもう鼻を持ってね、感じ取ったでしょうからね、第1ラウンド。おそらくですね、あの予想していたパンチじゃないなっていう感じにしたでしょうね。ただ最後のパンチはですね、私はテンプルに当たったのかと思ったんですけど、合わせてみるとですね、ちょっとラビットパンチ気味ですね。首の後ろ叩いてますね。まあそれより前のパンチが効いてたんでしょうけどね。叩き伏せたというような格好になってしまいましたが、第2ラウンドです。だいぶ離れます。チャベスの方がローブに詰まりっぱなしですよね。そうですね。今自らローブの方入っていってしまいました。あ、この試合は向こうではジェフネックが解説してるんですね。頭を下げます。ガードを固めました。イスマイルチャベス、ハンドピスピードを生かします。コンスタンチン級、まずはチャベス一発当てたいところですが、なかなか打ち込んでくるのが難しいところです。入れません。左を当てられます。ただこれだけ圧力かけられているとですね、いいパンチ当たってもなかなか効かないですよ。今独特のパンチを繰り出していきます。マッキーっていうのはですね、このガードはそんなに低くないし、そして避け方もですね、スウェーバッカーそのバックステップぐらいですね、ええ、上体ボディーワークっていうのもそれほどありません。ただですね、パンチはありますね。このパンチが早いですよね。あ、詰めてきました。ボディーブロー連携を止めます。ボディー2つで動いてました。ミラッパ、まあ、チャベス側に立つともっと動けばいいのにと思いますけどね。動きないんでしょうね。予想以上にプレッシャーかかってるんだよね。あ、ブッタカットしてるんです。チャベス顔面が熱くなっています。2名ですね。持ち味です。ミラスルト、ロープまで手に交代します。チャベス、ものすごいプレスをかけます。右にラッチします。チャベスは足使ってもう一度サイド回るべきですね。正面に立ってるためにですね、こういうダイレクトなプレッシャー受けてますね。
秒を切りました。第2ラウンド。終了です。いかがでしょう。まあ、このラウンドも強いのラウンドですね。いや、パンチの威力っていうのを見せつけてますね。まあ、割とガードが広いんですよね。その場合ですね。だから、まあ、私もサウスポースタイルでしたからね、はい、対して、構えてみるとというふうに考えるんですがね、いやでも当たる場所はあるなというふうに見えますけどね、それでもみんな打ち込めないというのは予想以上に、突進力そしてプレッシャー強いんですよね。避け方っていうのがパンチの見切りですよね、はい、見切りっていうのはパンチが伸びるそのストロークって言いますかね、ここまで伸びるっていうのをもう予感してスッとその分だけ下がるわけですね。もうその目で避けるだけですよね。特にブロックを使うわけでもないし、ヘッドスリップ、ウィービングを使うわけでもないんですよね。アーサー・マーカントの1回注意が入りました。ここを持ってきています。だからこういう見切りで避けるタイプの選手はですね、やはりフェイントのパンチに出さないといけないですね。それで宙を後退させたり体を反らせたりスウェーバックさせておいて次のパンチ強く叩き込んで、で3つ目をフォローすると、ニューヨーク当たりますよ、そういう打ち方すればですね。あと棒立ちになります。ダウン、最後の左でしょうか。左は当たっていなかったようにも感じました。その前にも圧力で押し潰したという感じですね。今のそうですね。この試合2度目のダウン、イスマイル・チャベス。第3ラウンドまだたっぷりと時間があります。このイスマイル・チャベスもアルゼンチンタイトル6度防衛してるのタフガイなんですけどね。それって話です。まあ、今までダウンしたことないんですからね。だからこの試合でもうすでに2度ダウンですね、はい、同じクラスの同じ団体のランキング3位と4位ですが、ここまでは随分と力の差を見せつけています。コンスタンチン・チュー、結局パワーの差ですね。しかもチューの下です。3位がチャベス、4位がチュー。あ、飛びすると、ボディ、しっかりとボディを叩きます。チャベス、チュー、動きが止まったか、起点するか、1回レフリーが入りました。ウィングも起こっています。何のチューですね。ボディか、レフリーか、レフリーか、タオルです、タオルです、タオルですね。タオルが投入されました。テクニカルノックアウト。これはもう浜田さん、勝敗見えてましたね。うん、仕方ないですね。これだけの圧力で圧倒されてるとやりようがないですね。このままいきますと壊されかねないですからね。まだ仕方がないところでしょう。みんな納得した状況ですね。チューが勝ったということで、オーストラリアのファンの皆さん大喜びです。アンカンティンチュー、これで挑戦権を手に入れたことになります。これでチャベスに勝ったでしょう。チャベス、ミゲル・アンヘル・ゴンサレスでチャベスが勝つと、チャベスと2度戦うことになりますね。あ、スマイル・チャベス、フリオセサル・チャベスですね。これは現在いいことかもしれません。Ladies and gentlemen,2 minutes.3ラウンド2分20秒ですね。コスティア・ザ・ボクシング・チャンピオン。
とそう言ってましたね。はい、やってませんでした。はい、見事挑戦者決定戦で、橋名乗りを受けましたコンスタンチン・チューです。